上のビデオをクリックして、先ほどのテスト00001を読み込みます。読み込まれたら、下のメニューから DVD を選択します。設定画面が表示されるので、ドライブ名をクリックして、ISO で保存を選択して、ファイル名をつけて、保存します。次に画面サイズを、16:9 を選択し、その横も NTSC を選択します。下にある変換ボタンで開始します。これはサンプルなので、時間短縮のため、すぐ 100% の動画にカットしています。変換完了画面が表示されたら、OK ボタンを押して、あとは、フリーメイクビデオを閉じれば、作業終了です。